名古屋河村市長、不自由店検証委設置、1億4000万円の返還を求める姿勢がネットで話題。内容はこちら。名古屋河村市長が動くようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。国際芸術祭愛知トリエンナーレの企画展表現の不自由展その後をめぐって、河村隆名古屋市長は15日、芸術祭開催費用の支負担分を支払うかどうかを判断するため、市として検証委員会を設置する考えを示した。愛知県吉などからなる芸術祭実行委員会の会長代行を務める河村氏は、なぜ芸術監督の津田大輔氏が選ばれて、どういうプロセスでああいう展示がされたのか、騙されたのではないか、などと主張。意図的に展示内容を伝えなかった事態はないかなどを検証し、結果次第では、今年度の負担金約1億7000万円のうち、未払い分約3000万円の不払いや、すでに支払った約1億4000万円の返還を求める姿勢を示した。河村氏は不自由展について、天皇陛下の肖像をバーナーで燃やして足で踏んづけることを市民が応援したことになる、などと内容を批判し、再開に反対していた。また、実行委の意思決定機関である運営会議の開催を求めたにもかかわらず、県が市への相談がないまま検証委員会を設置したことも、暴力的に決めた、と主張している。徹底究明お願いします。特に津田大輔が芸術監督に選出されたところを入念に検証をお願いします。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。徹底的にお金の流れを追った方がいい。金の流れを追うのは必要だぞ河村。今回の表現の不自由展では、国民の税金が使われていますからね。お金の流れを徹底究明してください。次はこちら。ヘイト芸術展に金出すのよな。夏休みの宿題以下の工作に金払うのよ。今後税金が関わる芸術祭で今回のようなことが二度と起きないためにも、河村市長には徹底した検証をお願いしたいものです。次はこちら。津田大輔って、それこそアートでは素人なんだろ？そもそもなんであれがディレクション任されたんだ？津田は今までに何かしら芸術に関わったことがあったの？津田大輔がなぜ芸術監督なのか、そこが肝だと思います。最後はこちら。審査がザルだったんだろ？その場合は誰が責任取るんだよ。騙されたってのは補助金詐欺という意味かいな。河村市長の言う騙されたのではないかという意味深な発言、その真意をぜひ知りたいものです。結論、今回のヘイト展のような展示が今後税金で開かれないようにするためにも、河村市長には徹底した原因究明追及をお願いいたします。また大村知事の責任についてもとことん突き詰めてください。それが愛知県民、日本国民のためになります。よろしくお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。